1966年に静岡県で一家4人が殺害された袴田事件の無罪判決を受けて県弁護士会は速やかな最新法の改正を求めました死刑が確定していた袴田巌さんのやり直しの裁判で静岡地裁はおととい袴田さんに無罪判決を言い渡しました。この判決を受けて、県弁護士会は、 袴田さんが逮捕されてから無罪判決が出るまで58年以上も経過していることから検察に対し上訴権を放棄して速やかに無罪判決を確定させるよう強く求めました長年にわたりいつ死刑を執行されるかという恐怖感のもとに連日晒されてたということが非常に重大でありますまた最新の請求手続きについて 現在の法律では規定が定められていないことを挙げ速やかな法改正を求めました。